コロアである。人口は2010年の国勢調査で2144人であり、2000年の国勢調査の1942人から上昇している。ハワイ諸島で初めて成功したサトウキビ農園は1835年にここで始まった。1948年にグローブ農場の一部になった。コロアという名前は、 しばしば間違って、ネイティブダックと訳されるが、これはよく似た語である、コロワの訳であり、コロワが何を意味するかは不明である。ある報告書によると、コロワ地区は、ワイコモ川で見つかった、パーリオコーロワと呼ばれる、険しい岩にちなんで名付けられたとのことである。コロワは、北緯21度54分26秒、成形159度27分57秒。 北緯21.90722度整形159.46583度、21.90722-159.46583のカウアイ島南部に位置している。北西は、オマオに南は、ポイプに接している。アメリカ合衆国国政調査局によると、CDP の総面積は1.2平方マイルで、そのすべてが陸地である。ワイコモ川が、 存落の中心部分を流れている。2000年の国勢調査の時点では CDP2942 人693世帯507家族が住んでいた。人種構成は白人20.2%アフリカ系アメリカ人0.4%先住アメリカ人0.3%アジア系43.8%太平洋諸島系7.8% その他人種1.2%、二つまたはそれ以上の人種26.4%で、ヒスパニックやラティーノは人口の11.4%であった。693世帯のうちの34.8%は同居する18歳未満の子供がいた。47.2%は既婚夫婦、18.9%は夫のいない女性世帯主の世帯であり、 26.8%は非家族である。また、全世帯のうち22.5%は単身世帯であり、8.7%は65歳以上の独居老人世帯であった。平均的な世帯規模は2.80人であり、平均的な家族規模は3.25人であった。CDP では、人口は18歳未満が26.0%であり、 9.9%が18歳から24歳、26.7%が25歳から44歳、21.6%が45歳から64歳、15.8%が65歳以上であった。中間の年齢は36歳であった。女性100人あたり男性は101.0人であった。18歳以上の女性100人あたり男性は96.3人であった。 CDP 内の世帯の中間収入は34,786ドルであり、家族としての中間収入は43,393ドルであった。男性の中間収入が31,125ドルなのに、対して女性は25,938ドルであった。CDP としての一人あたりの収入は16,224ドルであった。 18歳未満の26.5%と65歳以上の6.0%を含め家族の約16.7%と人口の17.8%は貧困線を割っていた。コロアの製陶工場跡は1835年のハワイ最初の主要なサトウキビ農園であった。ダニエル・ドール宣教師とその家族は1855年に時に コロア学院と呼ばれる英語を話せる子供向けの寄宿学校を開校した。ありがとうございます。